ネッカービショフスハイムはドイツビュルテンベルク州ラインネッカー郡に属す小都市。ネッカービショフスハイムはバーデンビュルテンベルク州北部ハイデルベルクの南東約2 5トルに位置する。クレプスバッハ川がシュバルツバッハ川に注ぐ直前の渓谷、暗い日川から小殿バルトへの移行地区にあたる。長域は海抜1 6 6ルから2 9 8ルに広がる。 この町は、ブルンネンレギオン観光地域の一部をなす。ネッカービショフスハイムには、1712年に創設され1951年までは一部のみが、ネッカービショフスハイムの管理下にあった入植会根地、ヘルム報復及び1971年に合併したウンターギムペルン区が含まれる。クレプスバッハ渓谷のいくつかの小遺跡は、現在の地域に、 約2000年前からおそらくローマ人による入植地があったことを示している。西暦500年頃のフランク人入植時代の古代墓地跡が隣のバーゲンに残されている。この村の最も古い記録は988年のものである。皇帝夫3世がビスカブスハイムの御領場の魚老犬及び狩猟犬をボルムス司教に与えるという内容の文書である。 1223年にはハインリヒ7世が隣接する大きな森をビンプフェンに与えている。ビンプフェンはこの森を1952年まで経営していた。領主は皇帝またはボルムズ司教の霊園主としてこの村を治めた。ネッカービショフスハイムのアルテンシュロスに残るヘルムシュタット家とナイペルク家の紋章中世世紀にはヘルムシュタット家が領主を務めた。 その文章は多くの建築物に残されている。まず、ネッカービショフスハイムの城が、ルドルフ・フォン・ハプスブルクから、ディータンフォン・ヘルムシュタットに帝国霊園として与えられた。ついで、ラーベン一世、フォン・ヘルムシュタットが、ボルムスの霊園としてこの村を与えられ、ネッカービショフスハイムの創設者となった。ヘルムシュタット家は、ボルムス司教との間で、1330年頃に、 当店協会の庇護権と、クロムバッハの所領並びに、オーバービーゲルホーフと交換した。1378年6月24日に、ビップレヒト一世、ホンヘルムシュタットは、兄のラーベン三世から五千グルデンで、ビショフスハイム上および死に沿った警告を入手している。この文章がビショフスハイムを、首都記載している、最も古い記録である。クレプスバッハ側は、 この都市の防衛施設を迂回して、堀となって、当店協会、市役所、十分の一税倉庫、パン屋機構屋、マリアレ拝ハイドアレクサンダー城を含む市街を取り囲んでいた。15世紀後期の市域の拡大により、いわゆるヒンターシュタットが成立した。15世紀初期に、12人の市民と12人の判事から、なる市議会が設けられ、 領主に対抗するビショフスハイムの利益代表となった。1524年にフィリップ・ヤーコップ、アレクサンダー、フィリップの領主が住民の権利を容認していたにもかかわらず、1525年のドイツ農民戦争ではビショフスハイム及びその周辺が紛争の中心地の一つとなった。キルヒガウの暴動鎮圧後、これを受けて1525年6月28日に、 ビショフスハイムでは前年の協定が破棄され、100年以上の伝統を誇った24人の市議会は廃止された。1526年、おそらくはアレクサンダー・フォン・ヘルムシュタットとフィリップ・フォン・ヘルムシュタットによって、プロテスタントの説教師、ニコラウス・レンネーゼンが招かれ、宗教改革がもたらされた。また、同じ頃、この年にラテン語学校が創設された。 16世紀のこの都市の主要産業は農業であったが、この他に、左官、石膏、鍛冶屋、差し物師、仕立て屋など、都市生活に必要なあらゆる手工業者が存在した。この町には3つの水車小屋があり、後に製材所も設けられた。1561年にレンガを焼成するためのレンガ小屋が初めて記録された。1574年と1575年には、 ペストがこの年を襲った。中世の城塞にその起源を持つシュタイネルネンハウス30年戦争中の1622年3月6日から4月4日までの間、ティリーハクはこの町のシュタイネルネンハウスに司令部を構え、ハイデルベルク包囲作戦の準備を始めた。1622年4月3日に、プファルツ軍が東からビショフスハイムに迫り、ティリーハク軍は逃亡した。 1634年に帝国騎手軍が襲い、1638年にはクロアチア軍が、1645年にはフランス軍がこの都市を包囲し、飢餓とペストが災難だ。この戦争の期間中、周囲の防衛施設を持たない村、特にウンターギムペルンから避難民がこの都市にやってきて、アレクサンダーシュロスに着いた。17世紀の最後の10年間には、 フランスの侵攻に伴い、多くの難民と死者が出た。1689年に、ジンスハイムが破壊されると、多くのジンスハイム住民も、難民となって流れ込んできた。1712年頃に、ビショフスハイムと、ウンターギムペルクとの間のクレプスバッハ渓谷に、ヘルムホーフ入植地が開かれた。その一部は、ビショフスハイムの領域内、一部は、ビンプフェンの森に含まれていた。 18世紀に入るとビショフスハイムは中世の防衛施設を超えて拡大していった。死の堀は沼地とかし、やがて乾いていった。1826年にはそれまで残っていた中世の死壁と指紋が破壊された。1806年の帝国代表社会議主要決議によって帝国騎士の身分が消滅し、ビショフスハイムはバーデン大公領となり、この都市は ネッカービショフスハイムに改名された。大綱領には、ビショフスハイムという名前の都市が他に二つあったためで、ある。タウバービショフスハイムとラインビショフスハイムがそれである。ネッカービショフスハイムは、ネッカー側からほぼ 15km も離れているにも、かかわらず、その名を使名に取り込んだ形になっている。旧別力スアムと庁舎のイエス・シュロスバーデンでの、ネッカービショフスハイムは、 まず1806年にオーバーアムト・バイプシュタットに属すこととなり、1813年に別クスアムトの所在地となった。この都市は人気の移住先として発展し、1860年までに人口約2000人となったが、同じ時期に約260人が主にアメリカに転出していった。19世紀前半には別クスアムトの庁舎、エイリン所管者、 のイエスシュロス、マルクト広場の学校が建設された。1846年と1847年の二度の、共作の後、ネッカービショフスハイムを皮切りに、バーデン一揆が起こり、これが1848年革命の始まりとなった。1848年3月3日と、その翌日に、ちょうどこのゴロシナゴーグを建設したバーデンビショフスハイム。 の裕福なユダヤ人に対して激行した農民たちの暴行が繰り返された。1859年11月2日から3日にかけての夜に起こったバーデン・ビショフスハイムの大火で都市の2、3が消失した。この火事で300人以上の市民がホームレスとなったが再建は急速に進み、その後おそらく1年間で建設されたと考えられる。1846年に ベツルクスアムとネッカービショフスハイムが廃止され、ネッカービショフスハイムは拡大したベツルクスアムとジンスハイムに編入され、1939年からジンスハイム軍に昇格した。ネッカービショフスハイムの集中的な工業化は、1862年に開通したバーデンオーデンバルト鉄道と関連付けられる。1879年に印刷所が開業し、カジヤのツック家は、 鉄道車両製造の会社を起こした。後には、石膏生産、タバコ工場、金工場が創業した。1870年から1880年の高地整理は農業生産のより良い条件を生み出した。すなわち、約2万9000に細分化された高地がなくなり、約9000に整理統合された。 1905年のネッカービショフスハイム駅1900年から1902年に、支線のネッカービショフスハイムヒュッフェンハルト線が開通し、病院が建設された。1906年、ネッカービショフスハイム救護隊が創設された。この救護隊は、現在ドイツ赤十字の支部となっている。この都市は旺盛な経済発展を遂げ、多く中規模の企業が創業した。そして、 モータリゼーションが伝統的な触手を急速に淘汰していった。1938年のユダヤ人排斥運動により、この町のシナゴー群が破壊された。1940年10月22日に最後までこの町に暮らしていたユダヤ人がゲシュタポに逮捕され、グアの収容所に移送された。1943年からは飛行機のモーターのためのナット工場が、 ヴィンターバッハからネッカービショフスハイムに移転してきた。1944年9月からネッカービショフスハイムにナッツバイラー共生収容所の外閣施設ネッカーエルツ収容所の支所が設けられた。この施設に伴う多くの宿舎や作業所が建設された。1945年の3月末にこの支所は閉鎖され、収容者たちはまずネッカーエルツへ その後、ダッハウ強制収容所へ移送された。ネッカービショフスハイム北駅は、ジーゲルスバッハやオーバーギムペルンの軍事施設に近い、戦略上重要な意義を持つ施設であったため、何度も、低空飛行攻撃の標的にされた。第二次世界大戦の終戦に伴い、約900人の放置区民や難民が、食と住みかを求めてこの街に流れ込んだ。この町は、多くの工業誘致や、 建設作業により数年間でこの課題を克服した。シュバルツバッハ入植地の記念日1946年に、マンハイムの企業、フランツ・バーシャイトは、機体機の近くに位置する旧強制収容所支所の宿舎や管理棟を利用して製材所を設け、1947年からは、ケーブルの製造を始めた。約900人の放区民が定住した地域は、 バイプシュタットのバーナウ地区及びネッカービショフスハイムに属するシュバルツバフ派入植地に発展した。戦後には水晶振動子工場、靴下工場、ボール紙工場などの創業が相次ぎ、最盛期には合わせて約1400人の雇用を生み出した。1967年にはネッカービショフスハイムに農業学校が開設された。百六十六年に 貴族一門、ヘルムシュタット家のネッカービショフスハイム家系が断絶し、その後数年のうちにその所領の多くを主が獲得した。1972年末のジンスハイム軍廃止に、伴い、ヘルムホーフを含むネッカービショフスハイム及び1971年1月1日に、ネッカービショフスハイムと合併したウンター・ギムペルンは、新たに創設された、ラインネッカー軍に編入された。 その後、区裁判所、営林所、病院が廃止され、交渉人役場が縮小された。1976年から1998年の間に市中心部は徹底的に改修された。1994年、いわゆる千年に一度の大洪水がこの都市を襲った。このため再び改修が必要になった。1997年から、 市役所として用いられているアレクサンダー城この都市はバイプシュタット自治体行政連合に属す。市議会は14議席からなる。紋章の図柄、銀字に緑の土地に立つ司教。銀のアルバと銀の襟と金の留め金がついた赤い街灯を着て赤い縁取りのあるミトラをかぶり、黒い靴を履いている。右手には左向きの杖頭を持つ司教杖を斜めに持ち、 左手には開いた金色の表紙の本を持っている。この紋章は町の名前に由来する1766年の古い印象に遡る。現在の色は1950年に確定し、同時に1930年代に停止されていた都市圏が再び与えられた。旗は赤から白で1963年に内務省の認可を得ている。 城市公園のカレーモンネッカービショフスハイムには何世紀もの間にその歴史を反映した一連の見応えのある建築物や中世の都市防衛施設の遺構が残された。1448年建造の高い統制ザアルファトール協会級視聴者この他の地区にも多くの記念建造物がある。ヘルムホーフ地区の協会は1892年の建築である。 ウンター・ギム・ペルク地区には共に歴史的なプロテスタントとカトリックの教会及び1807年から1883年にシナゴーグとして利用されていた建物が残されている。市街地に接するほどにまで及ぶ広い森にはよく整備された散歩道がある。600ヘクタールの広さがある森の中心部に位置するホルシュトハウスは行ってみる価値がある。この都市には他に屋内プール、 屋外プール、二つの競技場、射撃場、バおバ及びボーリング場がある。子供たちには多くの遊び場のある公園が整備されている。1862年にバーデン・オーデン・ワルト鉄道の一部として、現在のシュバルツバッハタール鉄道がアグラスターハウゼンまで建設された。1902年、ヒュッフェンハルトへの支線が開通した。シュバルツバッハタール鉄道は、 2009年までに電化され、ラインネッカー S バーンモーに組み込まれることになっている。これにより、ハイデルベルクやマンハイムに乗り換えなしで行き来できるようになる。ジンスハイムには、連邦アウトバーン A6 号線のインターチェンジがある。基礎家庭学校、本家庭学校のほか、アドルフ・シュミット・ヘンナー・ギムナジウムや2つの体育館を有する近代的な教育センターが設けられている。 以上の文献は翻訳元のドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成時に直接参照してはおりません。ありがとうございます。